まりです。今日もよろしくお願いします。前回はバンジージャンプの動画出させていただきました。ご覧いただきまして本当にありがとうございます。いやもう本当にバンジージャンプいや私あの動画編集しながらなんか他の人のバンジージャンプの映像とかを見たら怖くなると思って途中で2ヶ月前にパタンって閉じてやめたんですよ。怖くなっちゃうから。で何も考えずにねこう飛び降りたんですけどよくよく考えたら私すごい高いところから飛んでましたね。いやびっくりしました。いや無事にね光の姉ちゃんもゲットできたというわけでたくさんの評価本当にありがとうございます。で今日は切り替えまして10月のクエストダンジョンのチャレンジダンジョンのレベル9に挑戦したいと思います。でパーティーはこちらです。じゃじゃじゃん。回復なしで4秒修行で使おうと思っていましたナルガパーティーを作ってみました。リーダースキルが4秒固定ですね。はい。で6コンボ以上で攻撃力が6倍、ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が 2.5倍で、ガードブレイクもついてるし、このね暗闇攻撃を無効化にしてくれるリーダーフレンドと合わせると4つついてるってことになりますよね。はい。で、一応ね追い打ちとか倍の回復でアマツを入れてみました。でヒーリングカットもね今回入れてみています。でこの、モンスターポイントでも買えるようになりました。闇ソニアかな。はい。であとメリオダスですね。支援ミライナーアシストでターディス、これはもうガードブレイク要因というか、まあで吸収があったら前回の4秒修行のままですね。封じがついてます。であとリーダーフレンドさん、バーバラだ、バーバラがついております。では回復なし行きたいと思います。レッツゴー。じゃ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 ん。1回、ちょっと待って、ちょっと待って、うわー4秒。いきます。6コンボですからね。6コンボ、金を使えば結構楽なのかとは思いますけれども。落ち込ん、来た。お、すごい強い。あ、で、バッチは HP のバッチです。あー、でもこの雲を
あ、そこに助けられましたね。おお、はい、3回。うわ、あ、でも追い打ちは、ああ、弾いてくれた。ヒーリングカットミニカルキレツなんですよ。鍵がかかる。はい、あ、待って、足りない、あ、大丈夫、大丈夫独り言ですね、完全に。あ、10、11、12、お、落ちる落ちる、13。お、いけた、いけた、いけた、
きます。はい、お、いけた、いけた、よし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 、5回。なんだと、なんだと、6。でもあとメリオダスがいったギリギリ、いきます。ちょっと落ち着こう。あ、あ、おー、いけるギリ。まあ鍵がかかってる。できました。6回。まだヒーリングカード溜まってなかった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ってことは、ってことはですね、メリオダス、ちょっと組みやすくあー全然ダメだ。これも無理だよな、多分。スキル使いすぎちゃったな。えい。はい、やり直します。エラス。ごめんね。サンセットゾーン、これでね、ちょっと回復もできるし、スキルも2ターン貯まるので、どうなったの。うん、
深い。呼吸深い。メリを出す。いやでもまだ大丈夫。もうなんかちょっと手つきが慣れてきちゃいました。よし、落ち込み戻りました。いけたでしょう。やったーそうそうそう、友人がね、何に変えたんで、7コンボすればいいのね。いけたでしょ、いけたでしょ。よっしゃー、ガッツ。待って待って待って、どう？
いけるかな、これ。え？いける？ヒーリングカット打ってくる？最後口数少なくてでも無事になるが来るがでチャレンジダンジョンのレベル9をクリアすることができました。イエイ、ありがとうございます。もうなんかちょっと自分バンジージャンプを飛んでから何でもできるんじゃないかって思ってます。まあでもあれなんですよね、頭が弱いので体で動いてどうにかするしかないんですけどはい、というわけで、10月のクエストダンジョンはナルガクルガでクリアをすることができました。はい、本日も最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございます。ではまたお会いいたしましょう。チャレンジダンジョンレベル10も頑張っていきます。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。